こんにちは、はるにゃんです。今回はブルームボックスの4月号のアイテムの一部を使ってネイビーラインの爽やかでキュートなメイクをしてみました。それでは今回もレッツスタート。アイシャドウベースはすでに塗ってあります。まずはこちらナチュラグラセのプチフールアイズのホワイトカラーを指でまぶた全体に塗り、目元全体を明るくしていきます。ナチュラグラッセは私も大好きなオーガニックコスメで、こちらのアイシャドウも保湿成分がたっぷりでしっとりとしていて肌なじみの良いホワイトカラーです。そして次に爽やかな薄めのブルーを指でアイホール全体に重ねて塗っていきます。下まぶたにも同様に塗っていきましょう。次にエテュセのネイビーラインでアイラインを引いていきます。まつげの生え際をしっかりと埋めていき、目尻は少しはみ出す程度にして引いていきます。目力が欲しい方は上粘膜にも入れていきましょう。エテュセのアイライナーは1000円とプチプラなんですけれども、芯が柔らかくて描きやすくてにじまないのでとてもいい感じです。下粘膜は黒目の下のみ入れていきます。続いてネイビーラインが目立つように綿棒で上のラインを上に向かって軽くぼかしていきます。そして次にキラキラしたホワイトのラメライナーを涙袋に引いていきます。うまくつけられない方は綿棒で少しずつつけるのもおすすめです。ビューラーでまつげを上げたら、ジバンシーのノワールクチュールボリュームマスカラを塗っていきます。こちらちょっと変わった感じのブラシの形をしています。この特殊なブラシの形が一塗りで濃密でボリュームのある長いまつげに仕上げてくれるのだそうです。次はチークです。今回は2色使いしていきます。まずはコーラルピンクのチークを頬の高いところからこめかみに向かってよくぼかしながら塗っていきます。続いてオレンジのチークを頬の高いところに塗っていき、全体と境目をよくぼかしましょう。続いてハイライトです。頬、T ゾーン、顎周りに塗り、ツヤ感と透明感を出していきます。リップはピーチとオレンジが混ざったような優しい感じのオレンジカラーを塗っていきます。仕上げにお好みでグロスを使ってツヤを出したらメイクは完成です。やったに。